抜いちゃって平気なの？あれなんだよ母さん、なんか現象が止まってから、うん、夏っこくなったんだよ。本当に？うん、朝とか見ててもよ、うん、ハウトが全然攻撃的じゃないの。そうなんだ。でね、これ温めたじゃねえか、うん、で、なんだっけ、香水、高吸水性樹脂ね。あ、樹脂、うん、あれやってレモンやったじゃん、うん、で、温めたじゃん、うん、でさ、減らないんだよ。うまくいったかもしんないの。本当だ。でも、うん、こうやって上にみんな集まっちゃったんだよ、うん、で、これでっかいの、これ女王蜂だろ、これ、あ、そう、たまたま、あ、本当だ、そう、これ女王蜂だろ、うんうんうん、でね、まあ、なんとか越冬はできてありがたいんだけど、うん、これ上に来ちゃって、うん、これ育児放棄したっぽいんだよ。で、女王蜂もいるってこと？なあ、だから、ちょっと下見てみて、うん、でもここ花粉運んでるよね。花粉はね、あんまり運んでない、まだ。だから、いねえだろ、下。そうね、ちょっと画面からは、うん、分かりづらい、うんうん、だって、サッカーさんちょっと見て、はい、ほら、この、そこいたさ、うん、スクズが、これスクズって、これスクズじゃないんだよ、これ、うん、これヒノキのチップのカスなんだよ、うん、活動してるスクズが落ちてないんだよ、うん、じゃあちょっと蜂蜜は、あ、だからこの前巣減らしたじゃん、うん、温めたじゃん、あ、で落ちちゃったのか。だから賭博口の蜂蜜が垂れてきちゃうんだよ。あ、そっか。だからそういうとこももう舐めて集めないんだな、うん、でもまあよ、うん、なんとか越冬できたからよ。いつだから外すかな、うん、この過保護をよ。過保護ね、うん、でも越冬した、まあ、明日から暖かいって。ああ、そう、うん、だから越冬したもん勝ちなんだよ。さあ、こっから分蜂できる。なあ、だからお父さん意地でも分蜂させるようにね、うん、もうあれだ、過剰なお世話をする、ね、4月、5月頃、そうだよ、うん、5月に第一分蜂で、ね、で、あと母さんもう一個の群れあるの、うん、こっちは着るんだよ、うん、これからちょっと処置をするからよ。処置、うん、処置。ああ、こっちも温めてよ。なんつったっけ、投資しないでよ、うん、なんとか乗り切ったんだよ。でもね、こっちはね、スムシがいるんだよ。ああね、うん、温めたからそこら中でスムシがよ発生しちゃった。発生してよ、どれ、やっつけきれてないんだよ。これほら、そこいた見るとよくわかるんだけど、こっちは育児放棄してないの。だからこうやって、ってんもんね、こうやってスクズがあるじゃん、うん、で、ほらこれみんなスムシの糞だもんね。そう、このでかいのはスムシのうんこなんだよ、うん、で、この、だいたいトシさんいつもこのスムシのうんこの大きさ見てんだよ、うん、で、この大きさだと、うん、もう2センチ、3ミリぐらい。そんなにあるかな、うん、うん、後で見て測って巻き尺だよ、うん、2センチ、3ミリだったら母さん重曹ごんだよ、うん、だからちょっとこれ巣を削るんだよ、父さん。うんうん、うん、スムシを取るのね。うんうん、はい、ちょっとやろう、うん、活動してんだよね。戻ってきた、あれ、うん、喋っちゃった、はい、ちょっとよ、巣をよ、また巣箱行くと横向けてよ、上に全然いないんだ、ね、育児放棄してないんだよ、こっちは。育児してるんだね、うん、してるの、うん、うん、そっとな、よっ、あら、重たい、いろいろよ、蜂たちも大迷惑だけどよ、もう一頑張りなんだよ。そうだね、うん、ここら辺にいるんだろうね、もう多分。あ、ここにいる、スムシいる、うん、ね、全体的にもう生まれてきちゃってるから、うん、ここだよね、ちょっと照らしてみて、蜂たち集まってるのここだよね。そうだね、そうだよね、うん、そのでも、うん、下側も取っちゃわないとダメなんだね、うん、ね、だまずよ、この辺からよ、うん、子育てでもしてるところよ、取っちゃったなんだらよ、いるんだよね、そこに、ね、うん、ここ子育てっぽいんだけど、うん、もうここはもういい、うん、お亡くなりになっちゃってると思う、うん、蜂たちの周りがほんわかあったかいのとさ、上の安価であったまっちゃってるのでよ、うん、その辺いるもんな、住むしな、いるいるいる、大丈夫かな、よいしょ、大丈夫だね。お、ここか、スムシがな、蔓延どこでしてんだろうな。あのうんこの量だとどっかあるはずなんだよな、スムシの巣が。あ、
こっち誰もいないよな。いないと思う。いないと思うけど、うん、まあ、あんまり蜜取っちゃうと。いやいや、あんまり蜜取っちゃうとって、こんだけしかいないんだよ。まあそうだけど、うん、やる気なくしちゃわないかなと思って。あ、なくさねえと思うよ。父さんそう思う。素虫にやられる方がね。あ、まあね、やる気なくすよね。どうなんだろうな、どこまで行っちゃってんだけどね。確かに母さんもあれじゃないけどな、心配だよな。うん、まあちょっとこっち取ってやる。ここまでいるから、うん、端が、うん、だからこっからこっちの3列はね、取っちゃうの。取っちゃう。でも蜂蜜がきっちりあるところにはいない気がすんのよ。住むし、うん、そうか。だからいるのは、うん、この辺、この辺。そう、ここのさ、うん、この辺。じゃあこの辺の、蜂のもすぐそ、じゃあこの辺の、うん、なんか、あ、いた。ね、あ、あ、わかった、わかった。じゃあこの界隈ね。これとさ、うん、これは、わかった、わかった、わかった。よし、じゃあそうするよ。うん、そこにトンネルがあんじゃん。ここ。この。これ。うん、じゃあそこ取る、そこ取る。うん、絶対文法までよ、こぎつけていただくよ。ねえ、うん。なんでこれ、かっ、あ、なんでこれ、すごい、しぼじゃねえか。なんでこれ、それじゃ、やっぱ蜂がいるところに巣虫がいるんだよ。なあ、あったけえからな。あったかいから。うん。うん、あ、いたいた、巣虫。いた。うん。うん、これ、どけちゃって。それそれ。うん。うん、今切ったもん、これ、出るか。そこ、うん。出ないよな。やっぱり母さんちょっとここどかしちゃいます。なあ、スムシーほらいるな。いる、うん、なあ、ミツバチの絵よ、ここな。そう、そこ、うん、うん、取っちゃう。結構本当だね、大きめだね。うん、うん、そこにいる、今持ったところ。ああな、やっぱ嫌がったな。うん、あ、ここもだ。蜂上に上がってったね。うん、うん、じゃあ子育てだけ見てな。ここも、うん、ま、もうちょっと、もうちょっとね、ここいるんだ、うん、よいしょ、ここにもちょっといるんだ。あ、でも密だからね。うん、うん、ここで子育てしてなさそう、まだね。してないね、うん、ほらここね、ね、ほら、いるじゃない。ほら、2センチ、3ミリいた、ほら、うん、ほら。あー、ほんとだ。ちょっとこいつは今縮まってっか、あと2センチ、3ミリまで引っ張るんだよ、うん、ここ置いちゃうんだよ、ほら、あ、ね、ほんとだ、うんうん、やっぱいたね。いた、うん、これでちょっと減ったね、うんうん、あー、いいかも。で、あと、うん、ちょっとここね、この、ああ、そこ怪しいけどね、うん、ここ取っちゃうんだ。ここね、うん、うん、こういうところよ。ちょっと橋立ち、もうそろそろタイムアップかな。だいぶワン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 言い出したからよ、うん、じゃあここでやめる。お、スヌシの野郎いた？いた、ほら、ここ、ここ。ああ、ほんとだ。な、まあ、結構いるんだよ。じゃあ、ついでにここも取っちゃう。うん。ちょっととにかくよ、テリトリーで減らしてあげるんだ。でさ、蜂蜜でベタベタになっちゃったから、うん、この巣箱、下っ側、うん、一段さ、うん、ちょっと新しいのと変えるんだよ。あ、う、あ、んうん、あ、じゃあ、それ取って、これでいいじゃん。うん、これで。あ、そっかそっか、うん、一応取っちゃえばいいんだよ。慎重に戻して、うん、な、これでよ、うんうん、ちょっとごめん、ちょっといっぱい垂れるから、ちょっとどけちゃってよ、うん、いや、こんなとこダメ、ちゃんとこういうところにやんない、うん、あ、はいはいはい、よし、じゃあこれで母さん戻すよ。うん、あ、そこで一匹いる。あ、いる、うん、あ、いいよいいよ、オッケー、今大丈夫、大丈夫か。あ、まだ、ダメだ、ダメだ、あ、いいよいいよ、いいよ、はいはい、オッケー。
花粉。